次に岡本光徳君。ただいま議題となりました、児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表し、その提案理由および内容の概要をご説明申し上げます。まず、本法律案の提案の理由についてご説明いたします。 児童虐待は児童の権利利益を著しく侵害する許されない行為であります。しかしながら、児童相談所における児童虐待相談への対応件数は、増加の一途をたどっており、平成29年度には13万件を超えています。こうした状況の中、昨年3月2日には、東京都目黒区の5歳の女の子が、また本年1月24日には、 千葉県野田市の小学4年生の児童が虐待により命を失うという痛ましい事件が立て続けに発生いたしました。これらの事件においては、関係機関間における情報共有や連携の問題、DV がある家庭とその家庭における児童虐待の問題などが明らかになっており、これらの問題も踏まえた児童虐待防止対策の総合的かつ抜本的な強化は、 喫緊の課題となっておりますそこで我々は児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るため、本法律案を提出いたしました。次に本法律案の概要をご説明申し上げます。第1に、児童の権利擁護であります。およそ親権の行使にあたっては、体罰を加えてはならない旨を明確に規定するとともに、政府は児童の権利の擁護に関する、 国際的動向を勘案し、民法に定める懲戒権のあり方について、早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童の施設入所等の措置の実施、または解除にあたっては、児童の心身の状況や環境等のに配慮して、当該児童の意見を聞くものとしています第二に児童相談所の体制強化であります。 児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童福祉士を増員することとしています。また、児童虐待の防止等のために、必要な体制の整備に関し、関係機関の連携強化等について明文化するほか、児童の転居等に係る対応強化のため、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有、児童虐待を受けた児童が転居する際の措置、指導措置の解除制限等、並びに、 施設入所等の措置等が取られた児童と保護者の居住地が異なる場合の都道府県知事等の相互の連携および協力について規定することとしています。第3に児童相談所の設置促進であります。中学誌および特別区について児童相談所を筆致とするとともに児童相談所の数の標準を法定化することとしています。 また国は指定都市、中核市、特別区等が児童相談所の設置を適切に行うことができるよう、児童相談所の職員の人材育成、および確保のための支援、その他の必要な措置を講ずることとしています。 児童虐待を行った保護者の意に反して、施設入所等の措置が取られている場合に、当該保護者に対して、児童虐待の再発を防止するための特定指導を実施することとしています。また、政府は特定指導に関する調査研究、および特定指導を実施するための専門施設の整備、支援、並びに子育てに困難を有する保護者に対する、 支援のののり方ににについいいててて速やかに検討をを加えその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています第5に、DV 防止対策の強化であります。DV 防止関係機関と児童相談所との連携強化を明記するほか、DV を発見した場合の通報を義務化するとともに、その通報先を拡大することとしています。また、婦人相談員の待遇改善や、専門性の確保、通報の対象となる DV の携帯および 保護命令の申し立てをすることができる被害者の範囲の拡大、DV 加害者の更生のための指導および支援の方法や、その実施体制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。以上が本法律案の提案理由および内容の概要であります。何卒ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。以上で、両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は来る十七日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。